皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM はディスコ Never Die、 ディスコは決して死なないというものをね、選ばせていただきました。というのもね、先日視聴者様ナッキーさん企画でこちらの動画を配信させていただきました。風くんと同じ25歳の頃の風ファン様たちの貴重な写真の数々、風 YouTuber 様たちも参加、 BGM エイリス東京ということでね、この BGM もね、私この企画をするときにこの音楽を聴いてもうドンピシャと思って選ばせていただいたんですけど、めっちゃ楽しいディスコ調のね80年代の曲なんですけれども、でね、たくさんのコメントもいただいて大好評でね、ありがとうございます。そしてね、ご参加いただいた視聴者の皆様、そして風 YouTuber の皆様ね、本当にありがとうございました。そしてこちらのねお写真を受け取った時に一緒にねメッセージも、まあ、受け取っているわけなんですけども、まあ、そのメッセージなるべくねこの短い動画の中に入れようと私も工夫はしましたが、全ては入ってないんですね。で、まあ、それをね私の胸の中にだけね収めておくのも申し訳ないなっていう気がするんですよね。皆さんが一生懸命書いてくださったメッセージなのでね、なので今回はそちらの方もね、まあ、BTS ということでねご紹介させていただきたいと思いますが、その前にねこの企画に参加できなかったんだけどということでね、お写真を送ってくださった方が2名様いらっしゃいました。まずはのんのんさん、こんにちは。エミさん、いつも素敵な配信感動しながら見てます。写真の企画を知り後から送ったのですが、2枚の写真をインスタグラムから、エミさんのインスタグラムに添付しました。初めてで届いていればいいのですが、25歳の写真はなくてハワイでの29歳の私です。今思うと一番弾け出たかもです。また機会があったら使ってください。グラサン社長や野村さん、ヤギ入っててかっこよいということでね、こちらの写真を送っていただきました。まあ、素敵ですね。ありがとうございます。そして佐藤さん、前にご心配をおかけするようなメッセージを送ってしまいました。誰かに言いたくて、お忙しいエミさんなのにごめんなさい。母はまだ入院中ですが安定しているのでスマイルで行こうと決心しました。いいですね。全然バブリーでもないのですが、まだ写真間に合いますか？一応送ってみますね。ということで、こちらの写真を送っていただきました。いやー、とっても素敵ですね。肩パッド、髪型、友達との旅行は高級ホテルでディナーということでね、恥ずかしい、何があっても楽しくて笑っちゃうお年頃でした。で、私もね、分かる、箸が転がっても笑ってたよねって、そうそうっていうことで、ありがとうございます。そしてこちらがね配信させていただいたものですが、まずはたかこさん、こちらの写真を送ってくださいましたが、私の25歳大変です。マイケルとマドンナと写真撮ってましたというのは嘘で、ハワイ新婚旅行でのそっくりシャンショーでした。メイクが時代を物語っていたので細眉 NG で、あ、今思い出したのですが、そっくりシャンショー確かエルビスもいましたよということだったんですけど、動画を見た後のコメントでね、エミさんワクワク様です。皆さんのキラキラ25歳のお写真、曲も80年代で懐かしい、バブリーありがとうございました。一人顔塗りつぶし、逆に恥ずかしい。高子先生にも若いというのだけはわかるわ、でも残念と言われ、エミさんに新婚旅行での写真を送りました。紹介してくれそうです。風 YouTuber さんのお写真サプライズ、遠くに梅田さんイケイケだったのですね。最後にナキさん、プロの歌唱力にうっとり、また何かで聞かせてくださいということでね。そしてエミさんワクワク様です。25歳の皆さんのお写真楽しかったです。そしてそっくり三照の写真、恥ずかしいからと顔塗りつぶしたら逆に恥ずかしくなって、高子先生からもあれでは分かりませんね、ワクワクするのなら別に気にしなくていいじゃないと、なので同じハワイで撮ったものですということでね、こちらのお写真を送っていただきました。ありがとうございます。可愛いですね。そして高子先生さすがです。ありがとうございます。そして
ロンナさんね、こちら紹介させていただいたお写真素敵ですね。こちらは、ね、デートの時っておっしゃっていましたけれども、そしてロンナさんからは退職し結婚した年でした。海外への憧れが強く商社に入りました。大昔お正月の仕事始めは着物姿で出社したのですね。司書課配属でしたので VIP 応接室で記念写真、壁の絵画はボッティチェリー、美しき下ネタ、本物です。約半世紀の時空を超え、今エミさんの自称秘書ですよ。もう一枚は恥ずかしながらデート中こんな服着ていたんだとびっくりですということです。そして動画へのコメントとしてね、エミさん、これまで何回エミさんにありがとうって言ってきたことでしょう。そして今朝も最大級のありがとう。ナッキーさん、素晴らしいエンターテイナーのステージを客席で見上げていました。周りはエミさんはじめここでのお仲間たちでいっぱいよ。ブラボー、アプローズ、アプローズ。今のステージで日々頑張っているナッキーさんにも盛大にアプローズということでね、ありがとうございます。そしてリンとみほさんね、こちらのねコアラとの可愛いお写真、そして入試バックでね、私の娘が行くとこですけども、そこの写真があったってすごいですね。そしてごめんなさい、ギリギリ嫌すぎちゃった。なんかこのところ日にち感覚が少しおかしくて、しかも写真だけ貼り付けて送ろうと思い文章だけ保存しておいたのになぜか消えてて、梅田さん始まる前に送ろうとして焦ったと言いつつ生配信参加しちゃってました。長く生きてるとなんだか年齢ごとの記憶が曖昧になってきてて、多分25歳、もしかすると26。ここに集う皆様ならご存知とは思いますが、当時私小森のおばちゃまのお店でバイトしてました。10代から映画好きミーハーな私には試写会の券をもらったり芸能人が来店したりでかなり楽しい仕事場でした。中でも思い出深いのはウエストサイドストーリーのジョージ・チャキレスさんが来日しお店に来た時、シフト外だったけど行かせてもらい目の前でサインをいただきました。中学時代すごく感動した映画に出演されている人にまさかお会いできるなんて夢にも思いませんでした。そしてあの頃はあれ見たい、あそこ行ってみたいとよく海外旅行に行ってました。友人とのツアーばかりでしたけど、ということでね、こちらのお写真も送っていただいておりました。そしてこちらのサインですね、貴重なものを見せてくださってありがとうございます。そして動画へのコメントとしてもね、エミさんワクワクして待っていましたよ、色褪せている写真だなぁと思いつつ送らせてもらったけど、皆様同世代この色合いこそが昭和を生きていたまさに私たちそのものなのかも。そして途中からおなじみの YouTube さんたちが続々でびっくり、こんなの聞いてないよ、またしてもみんな違ってみんないい、とても素敵な回になりましたね。エミさん、ナッキーさん、素晴らしい企画と編集ありがとうございましたということでね、ありがとうございます。そしてスマイルさんね、こちらの素敵な写真を送っていただきましたけれども、スマイル、結婚して7ヶ月の春に実家のクジャクサボテン花言葉は幸せをつかむ、あでやかな美人が咲き、実家に行き庭でワクワクしながら撮影、平成元年5月ということで、動画にもエミさん、ナッキーさん、ありがとうございます。25歳の頃の皆さんのいろいろな人生が写真から伝わり感動しました。これからの人生も楽しく幸せでありますように、風さんと共にということでね、ありがとうございます。そして星ふるふるさんからね、こちらの素敵なお写真送られてきましたけども、エミさんこんにちは、星ふるふるです。25歳の企画に参加させていただきます、よろしくお願いします。えいポチ清流で鮎と遊んだ25歳の秋ということでね、勇気を出して送ってくださったんですね、ありがとうございます。そして動画へのコメントとして、エミさんありがとうございます。自分の人生、皆さんの人生、いろいろあったけど、四苦八苦したけれど、
ちゃんと今がある。これからも幸せで言い続けましょうね。25歳の風 YouTuber さんたちとご一緒できて光栄です。エミさん本当にありがとうございました、ということでありがとうございます。そしてのんのさんからね、こちらの写真送っていただきましたが、こんにちは、のんのです。いつもありがとうございます。お写真遅くなりました。いろいろ探したのですが、一人で写っている写真がこの友人の結婚式に出たものぐらいしかなく、面白みがありませんが、よろしくお願いします、ということでね。そしてこの動画にね、エミさん素晴らしい編集ありがとうございます。音楽もぴったり、そして素敵な曲を考えてくださったナッキーさん、古いアルバムを久しぶりに引っ張り出してきて楽しいひとときでした。子育てに家業のお手伝い、お仕事や趣味、旅の様子など、それぞれ皆さんの輝いてた時間を共有させていただき、楽しい朝でした。思いがけず風 YouTuber さんたちも参加してくださり、楽しさ増し増しでした。昨年の秋、京都の三千院に行った際、立ち話でしたが、僧侶の方から心に響くお言葉を頂戴しました。生きている中で辛いことも楽しいこともたくさん思いがあると思いますが、その思いは全て今のあなたを作り、あなたにしかない、あなただけの宝物です、と。今まで頑張ってきた自分を褒めてあげないといけませんね。カーロさんも自分をよしよししてあげてくださいね。この部屋に来るといつも目には見えない何か温かいものをもらっています。エミさん、皆さんに感謝です、ということでありがとうございます。そしてミヤさん、こちらのね、外国の写真を送っていただきましたが、はじめまして、いつも楽しく YouTube 拝見いたしております。25歳、来月で52歳なので遠い昔ですが、24歳で結婚して夫の赴任でニューヨーク州に住んでいました。ニューヨークでの1年目、随分慣れてきた頃だったかしら。25歳の頃、アメリカからヨーロッパに行った時のホームページの写真があったので、また送りますね。みんなボケてますが、ということでね。そしてね、こんばんは。アメリカ駐在中、車で大横断してたんですが、昔のホームページのコピーで日付を見たら、まさしく25歳でした。ということでね、こちらの地図も送っていただいたんですけども、行きはカナダ側、帰りはアメリカ側をね、通って16日でって、すごいですね。そしてね、配信を見た後、エミさんこんばんは。25歳の時の YouTube 楽しく拝見しました。選曲も絶妙な癖になる曲で、自分の写真が出てくると恥ずかしかったですが、嬉しかったです、ということでありがとうございます。そしてモンゴルの風さんね、こちらもとっても素敵なお写真ですよね。そしてエミさん、お久しぶりです。毎日の配信楽しみに見ています。風さんの周辺はますます慌ただしく楽しく盛り上がっていますね。25歳の時にあなたは何をしていましたか、という企画があったと思います。私は特技のない平凡な人間なので、お見せできるような面白い写真はなかったのですが、25歳の時、私は食品会社で研究の仕事をしながら乗馬に明け暮れていました。ただ動物や馬が好きという理由で、乗馬をスポーツとも知らずに乗馬クラブへ入会し、その楽しさと馬の可愛さにどんどんのめり込んでいきました。そして26歳の時、うちモンゴルへ乗馬のツアーへ行き、その時遊牧民の人たちと出会いがあって、私の心はモンゴルの人たちにつかまれてしまいました。そして翌年、仕事を辞めてモンゴルへ行くことになりました。25歳の時の写真がほとんどなく、乗馬の大会の時に撮ったものがあったので送ります。馬に乗っている自分が一番自然な笑顔で笑えると今も思います。そして動画のコメントには、エミさん素晴らしい力作ですね。皆さんのコメントをうまく切り取って、まとまりがあってユーモアもあり、感動的な動画に仕上がっていました。それにそれに、有名な風 YouTuber さんたちも参加されていて、びっくり。梅田さんやグラサン社長さん、角周さんまで、 YouTuber さん同士いい関係ですよね。自分が一緒の動画に収められているのが信じられなくて、皆さんとコラボできたみたいな感覚で嬉しいです。
皆さんそれぞれの人生がこの動画に凝縮されていて、ものすごい濃い人生映画を見た気分です。エミさん、大変な作業ありがとうございました。勇気を出して画像を送ってよかったです。本当にいい記念になりましたということでね、ありがとうございます。そしてゆりさんからはね、こちらの素敵なお写真を送っていただきましたが、エミさん、ナッキーさん企画、25歳の頃の自分、私、当時の写真を添えて送ります。あの頃私は盛岡市の朗報デパートの社長の甥っ子さんが経営されている洋服販売会社に勤めていました。入社当初は洋服のゾーン別に決まった制服支給でしたが、慶応ボーイの社長の各国の個人を生かした着こなしにしようの面の一声で、その当時でいうハウスマヌカに転身しました。まさにチーフから店長に昇格する手前のタイミングの時期でした。その当時、盛岡市の駅ビルの2階に有名ブランドナイスクラップを扱う店舗、その名もナイスクラップの店長になり、連日すごい売り上げで東京の展示会に買い付けにも行き、やりがいのある充実した日でした。最高に輝いていた。エミさん、皆さん、私の写真を見てやってくださいませ。仲良しの同僚の結婚式に出席した際の写真です。黒い服が私です、ゆりということでね。そして動画のコメントには、エミさん、風とも皆さん、家業の棚卸しをしていたため1日遅れのコメントです。ナッキーさん、25歳頃の風ファン企画、エミさん、編集配信ありがとうございました。とても素敵でした。エミさん、のぞみさん、ナッキーさん、キラリマサさん、梅田さん、プラさん、社長さん、角柊さん、風とも皆さん、とっても輝いていて眩しかったです。ナッキーさんの美しい箇所、3人心に染みました。このエミさんのチャンネルの風とも皆さんの青春時代に思いを馳せます。風くん、見てくれたら嬉しいですね。私も参加させていただいて、皆さんとご一緒できて嬉しかったです。本当にありがとうございました、ゆりということでね、ありがとうございます。そしてゆかりんさんからね、こちらの写真を送っていただきました。素敵ですね。そしてえみさん、25歳のマイストーリー送りますね。えみさん、ワクワクさまです。私は25歳の時、憧れていたニューヨークに初めて行きました。美容の勉強も兼ねてですが、お店に無理を言って2週間お休みをいただいて、スクールに行くのではなく、有名な美容室にお客として行き、カットの技術やセットの技術を目で盗むという、滞在中5店舗行き、いろいろ学びました。有名なお店だったので料金もすごく高く、5店舗行っての料金は片道の飛行機代ぐらいになってしまいましたが、でもこの時の経験は今でもずっと生かされています。それ以外にも、ニューヨークは思っていた通り、すべてが刺激的で、すべてが活気にあふれ、うまく言えないのですが、私は今生きているってものすごく実感させられて、寝る時間ももったいないくらい毎日ワクワクでした。それで絶対また来たいと思い、帰国後1年半イングリッシュスクールに通い、2年後に1人で行き、その後4回行き、合計6回行かせていただきました。それからは親の介護があって行くことができませんでしたが、ニューヨークは元気とパワーを与えてくれる場所です。そして人生観も変えてくれた街でした。25歳の時にニューヨークに行けて本当に良かったです。まさしく私の人生のターニングポイントになった年でした、ということでね、こちらのお写真も送っていただきましたね。ニューヨークの街、やっぱり刺激がありますよね。そして動画へのね、コメントとして、エミさん、今日の配信素晴らしくて、エミさんの編集力もすごくて、ナッキーさんの企画も素晴らしくて、歌も素敵でもう感動しています。コメントされる皆さんのお顔が知れて、より身近に感じるようになりました。皆さん、とても素敵な写真シェアしてくださってありがとうございます。それぞれの場所でそれぞれの人生があって、そして今ここで一つにつながれた奇跡、皆さんに感謝しかないです。私は今とても幸せです。エミさん、ナッキーさん、風ための皆さん、ありがとうございます、ということでありがとうございます。そしてマコリンさんで、ね、こちらの写真を送っていただきました。そしてエミさん、マコリンです。
25歳企画に参加させてください。私は25歳になったその月に長女を出産しました。アルバム見返したらほとんどすっぴんでファンデーションを塗ったらしい写真は多分これ1枚だけです。今とは全然顔が違うので思い切って顔出しします。15キロ体重増えて、出産しても5キロしか減らなくて、そのまま次女を妊娠して義理の父には二回りくらい大きくなったなと失礼なことを言われましたが、その後次女が3歳くらいでなんとか元の体重に戻りました。子供を授かって世の中にこんなに愛しい存在がいるのかと、毎日新しい発見と幸せをかみしめて生活していた反面、学生時代の友人がバブルで浮かれているのを見て、時代にも社会にも取り残された感じでふてくされていた頃です。さすがに25歳ってお肌の張りが全然今と違いますね。ということでね、そして動画へのコメントではね、エミさん皆さんワクワク様です。ワクワクしながら見ました。皆さん可愛いし光り輝いてますね。時代を感じる髪型や服装も笑える。私も今とは顔が違うので、まあいいかと思い切って顔出ししました。風 YouTuber さんたちが突然現れてびっくりしました。皆さん若いしかっこいいですね。多少やんちゃナッキーさんの3人素晴らしいわ。舞台写真とともにショーをその場で見ているかのようでした。素敵なお仕事ですね。みんな精一杯生きてきて今の幸せがあるのですね。そして風さんに出会えた。これからもワクワクしながら人生楽しみましょう。ということでありがとうございます。そしてきょうちゃんね、なんか今とほとんど変わらないんじゃないだろうかと思われるようなとても可愛いお写真を送っていただきましたけれども、エミさんワクワク様です。私の25歳いくよん。まずは友達の結婚式、ピンクの肩パッド入りのスーツに時代を感じるね。続いて25歳初夏、娘が7ヶ月くらいかな。子育て頑張ってたな。そして冬、お風呂上がりですっぴんパジャマの女子2人です。アルバム見てたらキリがないね。恐ろしい。結婚式の写真にまで手が届いてもちろんすぐ閉じたということでしたけれども、動画へのコメントね、キャーもう皆さんキャーはよいそれぞれの25歳が輝いてる。エミさん編集ありがとう。曲もエイス東京ってまさにこんな曲のバブってた時代にテンション上がりました。そしてナッキーさんめっちゃええ企画ありがとう。ナイス、面白かった。出勤前においおいちょい待てちょい待てと 0.5 倍速で5回見て、お顔と名前と現在のお顔とイメージの答え合わせが忙しい忙しい。みんなええ人で才能あって素晴らしい。距離がぐーんと近くなって嬉しい。25歳の風 YouTuber さんともつながれて幸せ。あ、ピンクのセットアップ風陣とかぶって一人嬉しくしちゃいました。めにしてもやっぱエミさんのあのポーズには勝てんな。大好きよエミさん。ということで、ね、ありがとうございます。あれはね、まあいい、後で話します。ありがとうございました。そしててるこさん、こちらのねいろんなお写真を送っていただきました。なんかすごく自分の写真じゃないんだけども懐かしい感じがしました。そしてこんばんは。25歳の時、長男次男年子の男児2人が乳児保育へ通っている保育園の運動会、綱引きです。ママさんバレーの試合、七五三の時です。娘婿さんに送ってもらいましたのでよろしくお願いいたします。44年前は今と違い普通体型でした。年を重ねるたびに毎年1キロずつ増えてます。幸せ太りと友人に言われてます。決してのほほんと暮らしていたわけではなく、人並みに大変でしたが、話しても解決しないので愚痴は言いません。20歳で社会で働く前に8人家族、小家に嫁いで翌年長男5代を出産。両親祖父母が大喜びもつかの間、義母がくも膜下出血で半身麻酔に。子育て介護仕事、義父母義祖父母の4人を介護しながらの仕事、孫育て終了です。毎日がエミさんに癒されて幸せです。ありがとうございます。おかげさまで子供孫たち8人健康で優しく育ち感謝しています。そしてコメントでね、エミさんワクワク様、皆様のお若いお写真懐かしいです。編集ありがとうございます。あの時君は若かった。
不思議。以前のアルバムを見ていると考え事や悩み、話した内容まで浮かんできます。子育て、大家族、急に仕事、介護、今では考えられないほど時間が足らない。忙しく動いてたな、よく頑張ったな。時代背景がそうだった。でもいろいろありの現在が幸せなので、まる、プラマイゼロ、楽あれば苦あり。エミさんありがとう、ということでね、ありがとうございます。そしてケロピさんね、こちらの素敵なお写真をたくさん送っていただきましたけれどもね、幼稚園の先生の私もなりたかったんですよ。お旦那さんね、そしてエミさん、ワクワク、お恥ずかしい。25歳頃といったらもう40年ほど前なんですよね。改めてヒエーですね。その頃は勤めていた幼稚園を退職し、結婚出産と変化の時でした。髪型、肩パッド、デニムデニム、時代感じますね。で、先日お前変と言い放った主人とお腹の大きな私の仲睦まじいワンショット、こんな時代もあったのね、ということでね。そして動画へのコメントではね、エミさん、ラッキーチャンス的な企画ありがとうございます。時代背景もそこそこ一緒の皆さんの全盛期写真、懐かしさしかありませんね。まるで何十年来の友を見るような、きっと初めてお会いしても久しぶりなんて言っちゃいそうです。25歳もキラキラだったけど、風くんというアンチエイジング効果をフル活用してますますキラキラでいきましょうね。少々イブシギンがかかっちゃってるけど、ということでね、ありがとうございます。そして黒黒さんの写真素敵ですね。そして黒黒です。私の25歳の写真を2枚送ります。24歳で最初の娘を産み、25歳は子育てに必死、娘とお揃いの服を着たくて洋裁を再開したのもこの頃です。スプーンを置いた写真の方が老けさせたら今の私です。雰囲気は変わってません。ナキさんも見たいと言ってるし、カーロちゃんにも届けたいし、えい、送るね、ということでね、ありがとうございます。そしてね、キラリマサさん、ここからちょっと YouTuber さんが続くんですけれどもね、私ね、何人かの YouTuber さんにこういう形でね、連絡をさせていただきました。まあ、今20代じゃなくて、そして顔出ししている方ですね。こんにちは。実は視聴者様企画で本日発表したのですが、皆様の25歳の頃のお写真を募集しておりますので、もしよかったらぜひご参加くださいね。とりあえずお知らせまで、ということでね。そしてキラリマスさんね、いつも素敵な企画ですね、写真探してみます、ということでね、写真を送ってくださいまして、スキーに夢中の25歳ニセコです。私をスキーに連れてって流行ってた頃ですね、ということでね、嬉しかったんですけれども、もうね、ちょっと風 YouTuber さんね、みんなね、本当にいい人たちなんですよね。皆さん心よくね、こう参加してくださいましたね。私はとっても嬉しかったんですけれども。そしてコメントでもね、素敵な企画にお声掛けいただきありがとうございました。こちらは多彩な女性がお集まりなんですね。ラストのサニーにも感動でした、というコメントいただきました。ありがとうございます。そして梅田さんで、もうちょっと素敵なお写真、そしてね、これが25歳ぐらいです、なかなか見つからなくてサングラスしてるのしかなかった、よろしくお願いします、ということでね、お忙しいのに本当にありがとうございました。そして動画をね、見てくださってありがとうございます、感謝いたしますってね、まあこちらが感謝ですよね、本当にありがとうございました。そしてね、グラサン社長さんね、もうね、メールを出したもう次の日ぐらいにはもう送ってくださってね、こちらは22歳の時のビデオがありましたので、適当にスクショしたので間抜けな顔してますが、よかったら使ってください、これからもよろしくお願いします、ということで本当にありがとうございました。そして角柊さんね、こちらの写真を送ってくださったんですけれども、ちょっとね、角柊さんがすごくいい人で、ね、びっくりしました。まずメッセージを送った時にね、ナッキーさんからね、私の動画のことを聞いて見てくださってるっていうことを聞いてね、感動したんですけれども、そしてお写真と一緒にね、メッセージ、エミさんこんにちは、お写真遅くなりすいませんって、これ全然遅くなかったんですよ。大学を卒業してカメラマンになり、すぐに仕事がたくさん来るわけではなく、やっと入ったギャラも設備投資でカメラ機材や PC を買ったりで、
この時期が一番生活が苦しく、親の介護もあったりと無我夢中で働いていた時期でした。お金がなかったのでどこにも出かけず、誰とも会わず、一人でどうやったら売れるかリサーチしたり、作品作りに追われながら営業もし、少しずついただいた仕事をこなしていました。なので探したのですが、びっくりするくらい自分の写真がなくて、24歳の誕生日に結婚してから息子が生まれるまでの約2年間は自分が写っている写真が全く存在していませんでした。2000年から2001年にかけてが25歳だったのですが、一番大きな出来事は息子が生まれたことでした。26歳になる1ヶ月前なので、ギリギリ25歳です。若いですね。自分の子供が欲しかったので、仕事から戻れば子供の面倒を見ていたり、哺乳瓶でミルクをあげていた記憶があります。情報量など足りないようでしたら連絡ください、よろしくお願いしますって。めっちゃいい人じゃないですか。私も泣きそうになっちゃったんですけども、もう私すっかりね、角十さんファンになりましたよ。いやー、本当にありがとうございます。そしてね、動画アップしましたってご連絡差し上げたら、こちらこそお声かけありがとうございました、時間ある時に見させていただきますねっていうお返事いただきました。本当にありがとうございました。私ね、今回はね、こういうふうに風 YouTuber 様とね、一緒にね、まあ、共演というかね、できたっていうこともとっても大きくって、私以前両手を広げててね、風 YouTuber さんとも一緒にやりたいって言ってたじゃないですか。まあそれはちょっと無理かなと思うんですけども、今回こういう形でできたっていうのは本当に大きかったです。ありがとうございました。そしてその後はね、私の妹のぞみですね、この家族写真とかね、あと私のこちらの写真で、ね、きょうちゃんも言ってたけども、このポーズですよ。このポーズはね、実はうちの夫がモデルをやってたんです、この頃。そしてもううちの夫にもうこういうポーズしろってね、指示されちゃったという裏話があります。はい。そして今回のね、企画をしてくださったナッキーさんね、もうめっちゃ素敵ね、あのサニーのね歌も歌ってくださいましたけれども、エミさん、私の25歳の頃は舞台に没頭していましたね。私は子供の頃から芝居の道に進みたかったのですが、両親は反対。とりあえず手に職をと服飾デザインの勉強をしていましたが、卒業し資格取れたらもうどうしてもやりたくて、ダンサーの道へ。当時のダンサーの地位は低く、歌手のバックで踊るのと、ピンクレディ全盛の頃、クラブ、キャバレー、昔はあった、でショーに出ることがメイン。私はミュージカルがやりたくて、それには芝居、歌の勉強もと、東方の演劇部養成所に入ることに。バイトしながら舞台、レッスン、オーディションの日々。この頃は有名な演歌歌手の舞台にも出ていました。白塗りをして芸者の役で出ている写真を送りますね。長屋の女将から何でもやりました。宝塚のトップスターさん、有名芸能人方、たくさんご一緒させていただきました。私のミュージカルの初舞台は、名前出していいかな、戸田恵子さん、まだ無名の頃、主演アップルツリー。オケの指揮はなんと加古隆さん、市村正親さんが見に来てくれました。この頃一緒にオーディションを受けていた仲間に宮本亞門さん、今じゃ超有名になりました。思い切り舞台生活してましたね。後のことなど考えもせずに、みんなお金も実力もなかったけど、目がキラキラ輝いていたことが懐かしい思い出です。カズチンに出会って自分の25歳の頃を思い出しました。カズチン、今でこんなにすごいんだから、40歳くらいになったら一体どんなになっているんだろう、楽しみですよね。それまで生きていれるかな、やばそしてね、コメントで、エミさん、第一声すっげー、私の思いつき企画をこんな素晴らしいものに作ってくださって本当にありがとうございます。それからこの企画に参加してくださった皆様、見てくださった皆様、心から感謝申し上げます。もう皆さんがキラキラ輝いていて美しくて感動しちゃいました。もう昭和感出る出る。びっくりの風さん YouTuber さんもご参加いただきびっくりでした。
私自身コロナで仕事なくなり、介護やら何やらで落ち込んで、ただ忙しく日々をこなすだけの毎日、こんなことじゃいけないと、眩しいくらいの輝きと癒しを与えてくれる風地を見て、自分が輝いていた頃をふと思い出し、頑張らなきゃ。きっと辛い日々を過ごされている方が少なくないんじゃないかと。みんなつながっている。一人だけど一人じゃない。ありがとうございます。みんな大好きです。ということでね、ナッキーさんありがとうございました。ということで皆さんのコメントをご紹介させていただきました。それぞれいろんな物語があってね、ちょっと胸が熱くなってしまいました。そして最後にね、本日の言葉をご紹介させていただきますね。8月20日21日の言葉は I plan on living forever。 私はずっと永遠に生きるつもりなのよ。So far, so good。 今のところいい感じね、ということですね。いいですね。そしてそうそう、ナッキーさんがジャズを歌った音声を送ってくださいましたので、そちらをね最後にね流させていただきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様にとって今日も素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。To be so nice, you'll be traumatized to come.